ちょっと私学校ではちょっと薬の半減期とかいう考え方をちょっと教わってて、その考え方がどうしてもなんか体内から排出していくんだから、それをもとに考えるとって思っちゃうんですけど、その点はどう考えるんでしょうか。ちょっと質問としては、だからその反撃的なものがあるから、それはたまらないんじゃないかみたいな、そういう、それはそうでいいかどうかっていう感じで考えればいいですか。まあ、それでいくと、だから半減期っていう、薬に半減期ってものがあります。でその半減期っていうのは簡単に言うと、飲んでその血の濃度を測ったりとかした時に、半減ですから、半分になってるって、その時間ですね。これは半減期が長い薬もあれば短い薬もあって、例えば精神薬で言うと半減期が長い薬の代表格はジアゼパムとか、セルシンでもいいです、ホルジソンでもいいですけど、まあ、そういう転換なんかにもよく使われるんですけど、そういう薬なんかが例えばねあったりとかします。で、その半減期が長いとか短いからいいっていうふうなことではないんですね。で、半減期が例えば短ければ切れてくるのは早い、違う言い方をすると代謝は早いです。そうすると何が起こるかっていうと、精神的な面だけで言うと、非常にすぐ欲しくなります。デパスっていう薬ぐらいだったら皆さんもしかして聞いたことある人いるかもしれませんけど、デパスは非常に半減期が短い。だからそうすると切れてくるのがすぐ分かりますから、すぐ欲しくなります。じゃあ半減期が長い薬だったらいいんじゃないかって思うかもしれませんけど、ずっと効いててそれが切れてきた時にまたもっときつくて、はい、もっと欲しくなります。はい、だから半減期が長くても短くてもそれはそれで問題なんですね。でさらに言うと、それは血の中の濃度ですから、最も重要なのは半減期っていうものの、その血の中の濃度ではなくて、精神薬も全部そうですけども、これは脂溶性毒物なので油に溶けるんですよ。はい、で油に溶けるっていうことはどこに溜まるか、血の中からはずっと飲めばね、吸収されて部分的には流れるんですけど、その血の中をずっと流れてて、それで有効性を発揮する、有効性って言わないけど有効性、ね、この場合は薬理学的に有効性を発揮するわけじゃなくて、それは脳の中とかですね、全体くっついたりとかしますけど、違う言い方をすると、その、くっつかないものに関しては皆さんの脂肪の中とか、脂肪ですね、皮下脂肪、内臓脂肪、その中とか、あとは細胞膜そのものも脂肪の塊です。あともっと言うと脳みそそのもの、あともっと言えば、脊髄でも神経、このいろんな枝分かれしてる神経ありますね、ああいうのも全部そうですけど、ああいうの全部脂肪、タプタプの脂肪の塊です。脳みそなんても本当に解剖すれば分かりますけど、タプタプのものフォアグラみたいな感じ、そういう脂肪の塊なんですね。で、その脂肪の中にずっと溶け込んで、ずっと閉じ込められて残ることになります。そうすると何が起こるかというと、5年10年経っても、例えば薬をやめて5年10年経っても精神薬みんないっぱい頭の中残ってますし、もっと言うと脂肪の中でずっと残ってます。こうやって脂溶性の毒物っていうのはずっと溜まっていくんですね。これは農薬であっても添加物であっても同じ。それが蓄積していくんですけれども、蓄積していってもすぐに影響は出さないです。これが脂溶性毒物の特徴です。逆の水に溶ける毒物っていうのは急激に毒性を発揮するから、そこが違うんですね。ゆっくりだけど後で必ず病気蓄積されると病気を起こすものか、そうじゃないものかで全然毒性の発揮の仕方が違う。精神薬の場合は、ね、脳の方のレセプターなんか直接作用するので、比較的急激な作用もあるのはありますけど、そういう他のものに関しては、慢性毒性についてこそ考えなきゃいけないんだけれども、全ての、例えばいろんな毒性だというか添加物が危険か安全かっていうような、そういうふうな判定っていうのは全部急性毒性でしか判定してないので、だからおかしいことなんだ、だから危険じゃないとかっていう話が出てくる。添加物食べたってすぐ死なないですもん。うん、だから急性毒性ない、毒性がないって言うんですね。それは違う、急性毒性がないだけ、っていうふうなごまかし方を結局どんどんしていくっていうこと。だから結局話を元に戻すと、血の中の半減期とかっていうものは、その薬物の依存性とか薬物の毒性と全く関係がございません。はい、それが原点中の原点の話で、そういうだから今の薬理学っていうのは嘘の塊なんですね。それを元にして考えるっていうことをしている限りは、どこまで行っても現実を見据えるとかですね、事実に到達するっていうことはないということから考えた方がいいと思いますね。